エサペッカラッピは、フィンランドキエクサマキ出身のラリードライバー。2012年フィンランド国内ラリーチャンピオン。2014年、ヨーロッパラリー選手権チャンピオン。2016年 WRC にチャンピオン。2017.2018年のトヨタガゾー、レーシング WRT。2019年のシトロエントタル WRT を経て、2020年は、 M スポーツフォード WRT のドライバーとして世界ラリー選手権に参戦する。ラッピは6歳の頃からレーシングカートに乗り、第一ドライバーを目指していた。2007年にはカートのフィンランド選手権を制覇するが、ジュニアフォーミュラへステップアップするための資金が足りず、ラリー競技へ転向する。2009年にホンダシベックタイプ R を借り、本格的にラリーに参戦。 2011年より子ドライバーのヤンネフェルムとコンビを組み、シトロエンシーニアールにお借り、ラリーフィンランドで WRC デビューを果たす。この年末にイーブンマネージメントと契約したことがキャリアの転機となる。2012年はフォードフィエスタ S2000 を借り、7戦全勝でフィンランドラリー選手権のチャンピオンとなる。同年10月には、 チェコの名門シュコダモータースポーツと契約し、同年のアークラリーポーランドで初参戦初優勝を飾る。シュコダファビア R ゴーカルラッピ2013年は、シュコダのワークスドライバーとして、ファビア S2000 をドライブし、国際的な舞台で活躍を始める。アジアパシフィックラリー選手権にチーム MRF からフル参戦し、6戦中3勝を挙げ、 チームメイトに次ぐ年間総合2位を獲得。第5戦ラリー北海道に出場するため来日している。アークと WRC2 にもしこだモータースポーツからスポット参戦し、アークでは1勝を挙げ年間総合5位。WRC2 ではラリーポルトガルで勝利した上 WRC の総合ポイントも初めて獲得した。2014年はアークに参戦し、 出場8戦中3勝を挙げてチャンピオンを獲得した。2015年はマシンをファビア R5 に変更。WRC2 ではポーランドとフィンランドで勝利し、年間総合3位で終えた。フィンランドでは総合8位に入り、WRC での自己最上位を更新した。2016年は WRC2 に参戦。 シーズン序盤は不審だったが後半に調子を上げ、フィンランド、ドイツ、イギリス、最終戦オーストラリアと4連勝して、逆転でチャンピオンを獲得した。トヨタヤリス WRC を狩る、ラッピ2017年は4年半在籍したシュコダを離れ、19年ぶりに WRC に復帰するトヨタと契約。トヨタ画像レーシング WRT のテストドライバーとして、 チームに帯同し、WRC 第6戦ラリーポルトガルから、サードドライバーとして、ヤリス WRC を狩る。WR カー参戦2戦目のイタリアでは、パワーステージを含め6つの SS ウィンを記録。4戦目のラリーフィンランドで、WRC 初優勝を飾った。2018年も引き続き、トヨタから参戦。 初のフル参戦となったこの年は優勝こそなかったが、3度3位、表彰台に上るなど安定した成績を残し、田中とラトバラに次ぐ年間合意を獲得。復帰2年目でのトヨタのマニュファクチャラーズタイトル獲得に貢献した。しかし経験豊富なチームメイトたちに比べると、新パーツの優先度が低かったことへのわずかな不満と、将来のキャリアへの不安を感じており、そこに、 シトロエンからの猛烈なラブコールを受けたことで、トヨタ離脱を決意。シトロエンから解雇されたクリスミークと入れ替わる形で、シトロエンへ移籍した。2019年は6年連続チャンピオンセバスチャン・オジェのチームメイトとしてシトロエンから参戦。なお、フィンランド人のシトロエンへの移籍は、ミッコ・ヒルボネン以来となる。第2戦スウェーデンで2位に入り移籍後初表彰台を達成。 しかし、スウェーデン以降はなかなか結果を残せず、第5戦アルゼンチンでクラッシュ、第7戦ポルトガルでも転倒し一時スランプに陥ってしまう。チームはシーズン後半に向けマシンのアップデートを投入。これが効いたのか、第9戦フィンランドで前年までのチームメイトで優勝した夫タナクト互角のスピードを見せに表彰台に上った。第11戦トルコでは、 チームメイトのオジェをしのぐ速さで初日に首位を改装し、最終的にはオジェに優勝を譲ったもののそれでも、今季3度目の2位に上り、シトロエンに4年振りのワンツーフィニッシュをもたらした。しかしトヨタに所属してた前年と違い安定感に、掛けポイントの取りこぼしもあり年間ランキングは、前年を下回る10位で終わった。しかしシーズン終了後に、シトロエンが WRC 撤退を発表。 ラッピは一旦シートを失うが、その後すぐに M スポーツと交渉し2020年は、同チームから参戦が決まった。2020年は、カート時代から進行があったテームス2年が、チームメイトとなり M スポーツから参戦。開幕戦モンテカルロでは、序盤マシントラブルで出遅れるも、その後は、本来の速さを取り戻し最終的には4位に入った。続くスウェーデンは5位と、 開幕2戦は、まずまずのスタートを切った。しかし、メキシコ終了後新型コロナウイルス感染症により、シーズン中断、再編が行われ全7戦開催へ変更となった。しかしシーズン再開後はしばらく制裁をかき苦戦を強いられたが、最終戦初開催のモンツァでは、初日にタイヤ選択が適中し一時主位を改装。しかし、第2レグでは、 難しい路面コンディションに苦しめられ、優勝争いからは脱落するが、その後は堅実に走り切り開幕戦以来の4位を獲得した。この年は WR カーで参戦してから初めて表彰台ゼロのシーズンとなったが、メキシコで表彰台を獲得したチームメイトス2年を上回る年間ランキング6位で終えた。シーズン終了後、 フランス出身の若手ドライバーであるアドリアン・フルモーの加入が決定したため、再びシートを失うことになる。シーズン進行中。ありがとうございます。